まりました日経カレッジラボのお時間です。所長のパックンです。よろしくお願いします。さあ、この番組がどんな番組なんでしょうか。助手のケイシーさんに説明をお願いします。はい、皆さんこんにちは。助手のケイシーです。この番組は日経 CNBC と日経新聞が運営する学生向けキャリア支援サイト日経カレッジカフェとのコラボ番組なの。出演するのは現役大学生と様々な企業のエキスパートたち。その両者が就活、商品開発などのテーマに沿ってトークを展開。学生の本音やアイデアから企業の新たな戦略や事業を生み出していこうという番組なの。それでは早速一緒に研究してもらおう大学生をご紹介しましょう。朝起きて5分で出発できます。早稲田大学の岩倉大樹さん、お願いします。茶道研究会に所属しています。早稲田大学の雨森葵さんです。お願いします。お豆腐が大好き天理大学の山城正人さんです。お願いします。そして本日も企業のスペシャリストたちにもお越しいただいています。三井物産人材開発室マネージャー日立さん、お願いします。よろしくお願いします。組織変革人材開発のコンサルタント黒田さん、お願いします。よろしくお願いします。 HDE 人事部長キャリアコンサルタントの高橋さんです。お願いします。よろしくお願いします。さて、本日はこちらのテーマで議論しましょう。先週から引き続きまして学ぶをテーマに議論していきましょう。学生の学びの場として一番に挙げられるのはやはり授業ではないでしょうか。ただこの授業といっても高校までと違って大学生となると出席したりしなかったり自分の興味関心のある授業を取れたりと様変わりします。そこで今週は大学での授業は本当に出る必要あるのか、さらに学生さんは授業にどんなことを求めているのかについて議論しましょう。それでは学生研究員の考察を聞きましょう。岩倉さん、お願いします。はい、はい、後悔しそうだから全部出るです。お、出ないと後悔すると。はい、どういう感じで後悔するんですか。ですね、やっぱり卒業するには最低限卒業する必要な単位を取らなきゃいけないじゃないですか、うん、でやっぱり今からサボっちゃうとその就活で3年生4年生になった時に単位が足らずにもう本当に焦ってる先輩を見てるんでそういう意味で後悔する。僕は岩倉さんよくできてるなと思って、後々は時間が足りなくなるから今のうちに単位を取っとこうと。はい、で授業は全部出てる。以上で全部出てます。ほう、宿題も間に合ってる。宿題結構出るんで、うんうん、そこはちゃんと欠かせずにやってます。でも黒田さんどうなんですか、はい、単位が足りなくなると後悔しちゃうという見方なんですけど、ある意味硬いんですけどある意味浅いんですよね。うん、私は出席人数足りなくて留年した人なので、 あんまり何も言う資格はないんですけどなるほど、じゃあ硬いんですね、賢いやり方ですね。うん、そうですね、はい、うんうん、で出たいも授業は出ればいいと思うんですけどね、うん、はい、出たくなければ出なくていいし、だけどなんか出席が全部の授業であるんで、あ、全ての授業で出席取ってるんですか。取ってます、ね、あ、そうなんですね、うん、じゃあ勉強したくて出てるわけじゃなくて単位を取るために出てるんですか。いや、まあ楽しい授業もあるんですけど、まあどうしてもあんまり好きじゃない授業もやっぱ出なきゃダメなんでそこは出てます。なるほどね。でも高橋さん、僕さっきから浅いと言ってるのはこの授業を受ける大学生にとっての大チャンスというか人間にとっての大チャンスであるこの4年間、それを単位だけじゃなくてもっと深い意味で後で後悔しないように出てほしいなと、はい、というかごめん、もう中立的な立場をもう捨てた授業に出ましょう。高橋さんどうなんですか、ちょっと、はい、バック取ってください。そうですね、授業に出るっていうことはすごくいいことだと思います。ただせっかくだからその授業に出た内容というか授業を受けた内容っていうところにもう一つ踏み込んでそれもなんか全力で受けてみれば何かが違ってくるんじゃないかなという気はするんですけど、せっかく授業に出るって決めてるんだったらそういう形でやったらどうかなというふうには思いますけどね。そうなんですね、はい、出席を取りに行くわけではなく、うん、そうですね、情報、知識、うん、はい、新しい見解に出会いに、ごめん今日は熱くなりますよさあ続いて天丸さんの考察は何でしょう。はい、
私は学生主体の授業と現場の人が教えてくれる授業は楽しいので積極的に出るようにしています。おー、なるほどね。つまらない授業というのはどういう授業ですか？先生が一人で大きい教室で多くの生徒に一方的に話をする授業っていうのはつまらないなと感じることが多いですね、うん、特に何先生の授業はつまらないですか？それは言えないんですけれども、はい、そうなんですね。以前文化人類学の授業を受けたことがあるんですけれども、うんうん、私は文化人類学を専攻しているわけではなくて、うん、浅い知識でもいいからこう知りたいなと思って出たんですけれども、民族っていう言葉を使っちゃいけないんだっていうのを4時間ぐらいかけてこう話されたことがありまして、それは4時間3日に分けて民族使っちゃいけないという主張、はい、そうなんですか。民族その文化人類学を専攻する人にとったらいいかなと思ったんですけど、そうじゃない場合はちょっと退屈だったなと思います。なるほど。一方面白いと思われる授業は、はい、学生主体というのは学生が自分で調べてプレゼンテーションしたり、うんうん、あとはグループワークやディスカッションする授業のことですね、うん、で、グループワークをする過程でコミュニケーションスキルも身につけますし、プレゼンテーションするとなったら、うん、どうやったら相手にうまく伝わるだろうかというのを考えて話し方だったりプレゼンテーションのパワーポイントを作ったりするので大変勉強になるなと思います。なるほどね。で、日田さん、こういうのは、まあ、知識はその先生が一人で立ってみんなに、教えてるような授業でも知識は得られると思うんですけど、この自ら情報収集したり整理してまたプレゼンする、はい、このノウハウも知識の上に大事な勉強になりますよね。その通りだと思います。会社でも今いろいろ研修とかですね、うん、新入社員だとかあとは若手の社員に提供してるんですけど、会社の研修なんで来ないってことはできないんですけど、でもやっぱり座学はつまらなくてグループワークの形式だとか、うんうん、まあ、グループディスカッションだとか、まあ、ちょっとケーススタディみたいな形でやるっていうのがすごく人気があるのは事実です。ただ一方でやっぱり必要最低限のその情報だとか知識だとか、うん、ものの考え方だとかベースがないとなかなかその先 のグループワークが完全には生かしきれないんじゃないかなというのはちょっと感じているところもあるので、そこは、うん、ぜひバランスを取りながら両方やってもらえたらいいんじゃないかなとは思います、うん、なるほどね。あとちょっと気になるんですけど、民族は何で使っちゃダメですか？ちょっとなんか長い授業で忘れてしまいました逆に長すぎて残れなかったと。なるほど、これもいい勉強になりましたよ。ありがとうございます。それでは最後の考察は山城さん、お願いします。はい、僕の考察としては、学生のことを考えてくれている授業は積極的に出るということにしています。学生のことを考えている、逆に考えてない授業というのはどういうものですか？まさにその民族の例だと思うんですけど、ただ先生がただ好きで先生が喋りたくて喋ってる授業は面白くないと思っていて、うん、でも先生が学生だったらこうだろう、面白いだろうっていう、例えばその授業が他の先生がやってないようなやり方で学生がこうやったら楽しめるだろうって考えてくれてる授業だったりとか、うん、教授の持ってる知識ってすごい量だと思うんですけど、それを今の時代のものに当てはめるとこうだよとか教えてくださると、うん、いかにそれが面白くない分野でも面白く聞こえてしまいますし、ね、そういうのはやっぱり積極的に出ようっていう、うんうん、その学生のためっていうのは面白くしようとしてるわけですか、それとも将来使えるスキルとか知識とかそういうのを意識伝えてるってことですか？どちらも多分面白い、その興味、ある種こう知的好奇心を満たす場が大学だと思っていて、うんうん、それが満たされれば授業は面白いのかなっていうので、そのたとえ社会に出た時に役立つ力であれ、その単純に分野として面白いものであれ、うん、それが学びたいと思えるような、もっと知りたいと思えるようなものであればいいのかなって思っていて、うん、例えばなんですけど、僕の教授でビートルズがすごい好きな音声学の先生がいるんですよ、うんうん、で学生からするとビートルズもどうでもいいし音声学ってそんなに面白い分野ではないんですけど、先生がそれをいかに面白いものにしようかって考えて、うん、例えばビートルズのなんていう曲だったか忘れたんですけど、曲を流しながらここってこういう発音ちゃんと使ってるでしょとか、うん、韻の踏み方こうだよねとか、アクセントここでちゃんと入れてるよねって言ってもらうと、うん、そういう勉強の仕方もあるんだみたいな思ったりとか、ほう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 、音声学ってこういうところにも生かされてるんだっていう見方が広がって面白いなっていうふうに思っていて、それは全然でも社会に出た時役立つかどうかでいうと役立たないと思うんですよ、うんうん、ですけど面白いのでそういうのは積極的に出ようっていうのはあります。なるほどね。高橋さん、はい、ビートルズどうでもいいとおっしゃってます怒ってもらっていいですか？怒ったらどうでもよくないねえ、
すみません。でも先生の姿とかも結構勉強になってると思うんですよね。そうですね。でその聞いてる皆さんのことを思ってどうやって面白くプレゼンできるのか、どうやって料理してお伝えすればいいのかと先生も一生懸命考えてるんですよね。でそれを見て学生もその調理法とか学んでるんじゃないかなと思うんですよね。でそれがやっぱり企業に属するときにものすごく役に立つスキルでもあるんじゃないかなと思うんですね。まあよく僕反面教師っていう言い方をするんですけども、まあそういう教え方が下手くそな先生多分いると思ってて、うん、僕の時もいました。うん、でただそういう教え方だと人に伝わらないよねっていうのを逆に学ぶっていうのも、うんうんうん、一つ経験になるんじゃないかなというふうに思うし、先生ってやっぱり理論をこう追求して、うん、でまあ教えられるぐらいプロフェッショナルになってる人だと思うので、そうですね。うん、そのプロフェッショナリティをいかに少しでも多く自分の中で身につけようと思うと、もしかしたらこうまあ授業の出方っていうのも変わってくるんじゃないかなというふうには思います、ね。そこに関してはこれ授業に出るかどうかだったんで話しなかったんですけど、授業中面白くない先生の授業僕結構他のことしていて、うん、で授業が終わった後に単純にその分野で気になることとかその先生が持ってるだろう知識を聞きに行くことはよくあります、うん、でもそれは言ったら授業じゃなくて先生に学びたいことなので別の場所でいいのかなと。なるほどね。授業もっと積極的に出れるような授業が増えればいいなっていう感じだったと思うんですけど、でも今いい指摘あったと思うんですね、はい、教師は教師と反面教師両方結局先生なんですよ ね、 すね、結局学べるチャンスなんで、そのつまらないと思ってる授業もなんでつまらないのか、面白い授業はなんで面白いのか、そのところも情報だけじゃなくてその教え方も参考にするといいかもしれないですね。確かに企業に入って営業マンとかになったら相手のニーズを考える、相手の気持ちを考えるのもすごく大事なスキルで、例えば一定の年齢を超えた方に対してビートルズどうでもいいって言ってるのも禁句だと思うんですよ。今のうち学んでください。さあ怒ったところで早速 CM に参りまして、その後は学生からの疑問を受け付けましょう。学生と企業のマッチング番組日経カレッジラボ、さまざまな研究テーマをもとに現役大学生と企業が激論を交わす。学生の本音に多彩なエキスパートたちがその場で回答、予測不可能な化学反応が。私パックンがラボの象徴となり新規事業や成長戦略の手がかりを探り出します。日経カレッジラボは毎週木曜日20時30分からの放送です。 Don't miss it。 日経カレッジラボ、今回は学びについて議論しております。ここからは学生さんからの素敵な疑問を聞きましょう。そしてスペシャリストの皆さんに答えていただきます。それでは岩倉さん、あなたの疑問は何でしょうか。はい、はい、僕は、大学生イコール人生最後の夏休みと、よく言われますけど。そうですか。初めて聞いた。大学生イコール勉強しないと思わないでほしいです。あ、勉強しないというイメージ確かにある。日本の大学は入るのは楽、はい、ごめん、入るのは難しくて出るのは楽ってよく言われますけど、それムカついてる。そうですね、結構出るのも大変ですか。出るのもまあ、昔より厳しくなってるんじゃないかなとは思います、うん、で楽はしてない、ちゃんと勉強してる。はい、してないです、はい、授業以外の時間はちゃんとそれ勉強にかけてるんですか。かけてますね。勉強課題等をやる時間だったり、あとはサークルだったりバイトだったり。お、サークルもバイトもできてる、はい、できてます。お、企業側からは日立さん、はい、今の大学生はみんな勉強してるっていうイメージなんですか、それとも最近例えば採用活動であるとか、うん、それ以外で学生の皆さんと話をしてると、少なくとも僕の時よりはずっと勉強してるなっていう印象を持ってるので、みんな偉いなと思って見てます、うん、はい、さあここでちょっと資料紹介させていただきましょう。こちらは大学の平均勉強時間1日あたり何分かって言いますと、平均で、まあ、2014年がピークでしたけど、今は52分1時間弱、予習復習にかけてまして、そして大学以外の勉強、まあ、資格を取ったりするための勉強はさらに23分も勉強してるから、授業以外で毎日1時間かけて勉強しています。しかし世界と比べてはどうでしょうか。こちらをご覧ください。大学生の学習時間1週間あたりなんですけど、アメリカは8割以上が6時間以上勉強しているということです、1週間で。そして日本の場合は7割近くが5時間以下、つまり大半は
そんな勉強してない日本に比べて大半は結構勉強してるアメリカ。どうだ。アメリカはあのまあ席数は足りてはいるんだけど、やっぱり大学によってランクがものすごくしっかり分かれてまして、勉強しなきゃいけない大学がほとんどなんです。勉強しない大学を出たら勉強しない大学でしょっていう、そのレテルがずっと貼られてるわけなんで、結構必死なんですよね。高橋さんどう感じますか？そうですね、勉強のする時間とか質は間違いなく上がってるんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、ただ少し僕が3年前に実はベトナム行った時にベトナムの学生さんとお話をしてたんですけども、実はショックだったのは、日本の大学の4年生の大学に行くのが、まあそこは遊びに行ってるんだろうっていう、まさにさっきのお話のもうベトナムの大学生に実は言われたことがあって、だから世界的に見るとまだまだ勉強の時間が足りないのかもしれないなと、まあ、振り返ってみると僕は何やってたんだろうなっていう話なんですけれども、そういうふうな話もあるなというのは世界的に見ると思いました。なるほどね、はい、まだそういう勉強しない夏休み的なイメージが日本の大学にある、はい、ということは勉強してないでしょって言われてもおかしくないかもしれません。まだまだ頑張りましょう、はいはい、さあ続いて雨森さんの疑問です。はい、オンラインで内容把握できる授業を増やすのはどうかなと思います、はい、オンラインで内容把握できるということはもうそもそも授業に行かないつもりですね。いや、グループワーク先ほど言ったグループワークの授業だったり生徒が関われる授業というのはその場にいる意味があると思うんですけれども、先生が一方的に話す授業というのはわざわざその時間とその場所を固定してそこに自分がいなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、大学っていうのはすごい貴重な時間だと思うの で授業だけじゃなくて、まあ、サークルなどの課外活動でもたくさんの学びが得られると思うので、もしその一方的な講義の授業がオンデマンドになったらもう少し効率的に時間を使えるようになるんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど。実際にオンライン授業が世界中に増えてるんですよね。でアメリカの、教育機関が結構必死になってるのも間違いない。なぜかというと一流大学の授業をアップしたら二三流大学の先生たちの仕事が全部奪われちゃうんじゃないかと。だったらやっぱりオンライン授業じゃなくて実際に会って、そこで得られるその付加価値をどう演出できるのかって、まあかなり今みんな緊張している状態なんですけど、どうなんですか、うん、黒田さん、こういうオンライン授業と、まあ、肉眼で見た、肉体で感じた授業の価値は違うんですか、一緒ですか？それぞれやっぱメリットとデメリットはあると思いますね、うん、オンラインが増えてくれば今おっしゃられた通り、雨森さんおっしゃった通り、まあ、効率的に知識を習得はできると、うん、一方でやっぱりその今パップ君が言ったような何ですか、まあ、肉体で感じるっていうんですかね、その場にいることによる空気をどう感じるかとか、でそこにいる人たちで作っている雰囲気とか、あるいはまあ、そういう例えば面白くない授業だったらそれをどうやってこう学生の方から工夫して面白い授業にするかなんていうことができるとか、やっぱりそのインタラクティブなやり取りをする工夫っていうのはあると思うんですけれども、うん、やっぱりオンラインだとどうしても一方通行でつまらなかったなっていったらそれで終わってしまうし、まあ、それぞれのメリットデメリットはあるかなと思いますね、うん、なるほどね。ちなみに今は全くないんですか、オンラインで見れる講義とか？いくつかはあるんです、早稲田大学にはあるんですけれども、やっぱり、出席にを、6割以上しないと絶対に単位をくれない授業だったり、出席しないでいいと言ってる割にはこう来ないとプリントがもらえなかったりとか、やっぱり授業行くつもりはないでしょサボりたいだけでしょでも最近結構そのオンライン化っていうのは企業の研修の中でも増えてきていて、今まではやっぱりそのある意味対面式じゃないとダメだっていうのがあったんですけど、まあまさに効率性上げるだとか生産性を上げる上でオンライン化を今進めていきましょうっていう流れが少しずつかもしれないんですけど出てきてると思います。まあこれは特に企業の場合は結局その人が学びたいとかこの知識をやっぱり仕事をやる上で必要だとかですね、そういうのを感じてもらわないと座学受けてもらってもあんまり意味がないということも背景としてあるので、今やっぱり必要な人に対して必要な、まあ、研修を提供していこうという流れに、まあ、とりわけ当社の中ではなりつつありますね、は
はい、なるほどね。ハイブリッド が増えてるかなと思いますね。あの知識の習得はオンラインでやって、でその知識を踏まえてみんなでディスカッションするみたいな形が、あの企業の研修でもあと授業でももしかしたら今後増えてくるのかなと思いますけど。なるほどね。最後の疑問山城さんお願いします。質問なんですけども、学生は授業や教科書とかがあると思うんですけど、社会人は一体どうやって勉強しているのかっていうところが疑問です。おお、これは面白い質問ですね。いや、というのも学生だと例えば教科書以外でも分からないところあったら教授に聞きに行くだったりとか先輩に聞くとかでできると思っていて、僕も日本では正直あまり勉強してなかったんですよ。で2年前にアメリカの方に飛び立てっていうところから支援いただいて留学に行ってた時に、オハイオ州立大学って言って全米でも100に入るぐらいの大きい大学に行ってたんですよ。その時にこう勉強量とかを見て、あ、やっぱ勉強しなきゃと思って日本に帰ってきて、で日本で勉強してる時に、あれ社会人だったら何を頼りにするんだろうと思って。そうですよね。まあ日立さんは社会人になってからもう一回修士号を取りに行こうと、それはちょっと結局教育機関に頼ってるわけなんで、それ以外で例えば普段からどうやって勉強してるんですか？会社は仕事をする場所なので、当社の場合は基本的にはその現場経験を通じて、実務研修していく、いわゆるOJT で人を育てていくっていうことが基本になっています。で知らない何かがあるとしたらどうやってそれ調べるんですか？新入社員の場合は、マンツーマンリーダーという名前で1年間教育係がついて、例えばその会社員としての心構えであるとか、あとは必要最低限のスキルであるとか、そういったことを1年間ある意味並走しながらというか付きっきりで教える役がいて、その後2年目からは徐々に自立していくと。でやはり会社の場合一人だけで仕事をするということはないので、やっぱりチームの中で上司であるとか先輩だとかとからいろんなことを学びながら一つのプロジェクトを作り上げていくっていう、そんなイメージですかね。なるほどね。でも高橋さん、日立さんはかなりこう環境に恵まれてるような気がしますけど、会社がそういう場所を用意してくださらない方も結構いらっしゃるんですけど、生涯学習じゃないですけど社会人になってからも勉強しなきゃいけない時はいっぱいあるんです。どうすればいいですか？そうですね、まず企業が勉強、例えば研修とかあると思うんですけど、そこは僕の考えは平均点を取るための、授業だなと。研修で教えられたことは、会社の中で平均点を取るところだと思っていて、そこから先に学ばなきゃならないのはもうそれぞれ自分自身が何かをしなきゃならないということだと思います。で、僕はそうですね、会社のアフターワークの時に、例えばワークショップに出てみたりとか、いろんな本を読んでみたりとか、あとは自分がこの人はすごい人だなと思う人に会ってみたりとか、そういうこう仕事以外のところでの学びっていうのをすごく重要視していて、なるほど。でこれは他の人がやってないければ自分はプラスになると思うんですよ。でいかにしてこう競争の中で自分が勝ち抜いていけるかって考えたら、人よりも単純にいけば普通で、もう普通よりも上のことをやればいいと、他の人よりもプラスのことをやっていけばいいということになると思うので、そういうことをいかにして繰り返すかっていうことかなと思いますね。それでは所長の独断と偏見で決まりました本日の研究結果、こちらです。じゃん。必要より意義。つまり必要というと何か強制されてるとか何かのルールに従ってる、法律を守ってるみたいな意味を感じますけど、出る必要というよりは出たら何があるのか、その意義を意識して授業に通っていただきたいと思うんですよ。授業でどんな出会いがあるのか、でつまんない面白いという基準だけじゃなくて、その例えばつまらない授業から何が学べるか、そのつまらない先生の間違った教え方はどういうふうに参考にできるのか、興味を持って後々何がどう活かせるのか、正直全て多分把握してないと思うんですよ。大学生はまだ若くて忙しくていろんなところに、目も、耳もすぐ行っちゃうんですよ。でも授業で得られるものは我々が大人になってから多分その価値がよく分かるんですけど、他に卒業してからなかなか出会えないそういう貴重な空間なんですね。授業というのはオンラインでもいいですよ、
でもやっぱりその場に行って生の人間の考え方と接して自分のその見解を示す、この4年間でしかできないことを今のうちにやらなきゃもったいないというその意義感を考えて、ぜひ、ごめん、ぜひじゃない、授業に出なさいということで、今回はここまでです。また次回お会いしましょう。さようなら。学生と企業のマッチング番組、日経カレッジラボ。さまざまな研究テーマをもとに現役大学生と企業が激論を交わす。学生の本音に多彩なエキスパートたちがその場で回答、予測不可能な化学反応が。私パックンがラボの象徴となり、新規事業や成長戦略の手がかりを探り出します。日経カレッジラボは毎週木曜日20時30分からの放送です。 Don't miss it。 次回の日経カレッジラボ研究テーマは、学校で教えてくれないこと、授業で学べないこととは、学校以外のどこで学んでいるのか徹底議論します。一体どんな議論になるのか、そしてどんな研究結果が導き出せるのか、次回の日経カレッジラボお楽しみに。